え、どっちどっち、え、うざろ、いや、うまでしましたちゃんと胃にもしとんやったら多分違うやろ。検査してみる、自社薬したら出るよ。絶対ないとは言い切れんやん。うん、つまり俺が寝てる間にやったりしてないやんな。やったりしてないわ無理やりとかないねえよ。初期症状に当てはまってるよね。妊娠検査薬を買ってきたから、最後にね、検査して結果をみんなにお見せしようかなと思います。ご飯食べながらね、うん、紹介してや。まずあれで、ニンニクザク牛、誰ですか？ニンニクザク牛ポテトです。あ、こっちはマグバーベキュー卵ハッキーカツビールやが言えてない、ちゃんと暗記して言って。わかったわかった、マグバーベキュー卵ニガツビール、マグバーベキュー卵ニガツビール、いただきます。じゃあちょっとピアムも負けじと顔怖、どうですか？カニバリズム僕、刺身も食べてみたいんです。どういうことですか？大丈夫、後で食べるお前やっぱりな、お前やっぱり、妊婦にそんなことしていい？あ、ごめんなさい、お前ごめん2日前の夜の12時ぐらいにいきなりお腹がチクチクしたような痛みがして、その時にお腹空いてんのかなと思って中を行ったよね、一緒に、うん、中を行って食べる前に中の匂いがしたら気持ち悪いっていうか、コムドットぐらい、うん、コムドットぐらいで気持ち悪くなっちゃってお前あかんって、最近来るねんって。何が？コムドットの悪口言うのやめてくださいって。どうせガキやろ。どうせガキとかじゃなくて、ガキでも大人でもダメでしょって別にひまりで言っても何言ってんのこの坊主って感じ。あ、そっかそっかそっか、おい納得すんな納得すんな、説得せえそんでごちゃさまして、うん、行くやないですか、うん、歩くやないですか、はい、行ったんすよ。なんか気持ち悪いっつって、うん、こんなことなくて、ひまり、うん、今まで一度も、うん、家帰ってまずトイレ行くやん。食事中に言うのもあれないけど、うん、おしっこが出るのと同じ速度でうんちが出るっていう、うんちょぼ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 って、いや、条文やめて、条文汚いからちょぼちょぼうんち、シピシピシカフタン。今日ね、ベッドの下見たらエッグ天が落ちてた。お前やろお前それはないわ、お前それはちゃんと俺ら否認してるやん、うん、破れてたりしたらさ、もうわからんやん、うん、ね、二人ね、やっぱ検査するのってめっちゃ怖いやん。一応カメラ回してみんなとみたいな感じで検査したいなと思って、うん、赤ちゃん授かってたら見ます結構やばいよね、うん、でも、妊娠してませんようにですね、うんまだ無理やもんね、さすがにね。でも授かってたら無理してても育ててあげるしかないよ、ね、だって多分今産んだとしてお母さん見たらビビるもん。おーい、お母さんって思われへん。あ、もしやん、どうすんだって、もしやんちょっとごめん、間違えた。キビティオンなんて言うの、キビティオンに、だから俺がお母さんだよって、髪の長さで。いや、ほんであのコムドットの動画いっぱい見さして、コムレンジャーにさせます。それあかんそれあかん、それあかんってどういうことや、あんた。それはまともな子供に育たれる。お前さんなんでしょ、あんた。小本さん、ちょっとコラボお願いします。大和くん、個人的に連絡待ってますはい、もうえって、僕ゲイなんですこうやってするとあー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 お前、妊婦にさ回してんのおい、いや、ひまりたちの動画のコメントが最近めっちゃ多いんですよね、うん、めっちゃありがたいと思ってて、ほんまにありがとうございます。これおもろいなと思ったのが、うん、ほんまおもろい、なんなんこのカップル最高、元気出る、アンチ普通にキモから来てよっていうアンチってやっぱ関わったらいけないみたいなあるやんか、うん、でも表に出てきてるアンチとは別に戦ってもいいなと思っててさ、うん、その裏のサイトあるやん、うん、2チャンネルとかタヌキとか、あ、ひまりがよく書き込んでるやつやろ、書き込んでません読みました、書き込んでません、限界カップルの、いや、これやめてこれカットして、嫌だ、そんなん嫌だ、それつかむやったらやらん、俺の浮気は浮気じゃないもん、いや、私が浮気って認めたら浮気です、続きましただって会ったことないし、そんなにでも、女でしたでしょ、女でしてたんすよ、こいつ元カノさん見てますか、あなたスピショリンでしか使われてないですか、たまいですほんまに好きなのは坊主でしたほんまにしてないんでやめましょう、嘘つうなよお前、夜の7時から始まってたって聞いてたぞお前ガチで、いや、ほんまに
定したのはひまりだけ。え、嘘ついてるやん。それ、それ一番の嘘やん。お前まだ元カノ出てくんの。いや、馬でしましたって。お前、誰かが成りすまして出てくるやろ、そんな。いや、本人、また本人の リアルアカウント失礼します、馬でしました。ないから。アホやろ。いや、お前がお前やってることよくないで。え、お前さ、これどうするわけ。どうやって編集してあげるわけ。このさ、マジの話を嘘って言ってるこの尺をカットの嘘に仕立て上げて編集するから。カットじゃない。だからあんたのタヌキと一緒に。あがるわシピシピシカクタン。ご飯食べ終わったんで検査していきたいと思います、はい、カメラに向かって言いなさいよ。あ、なんて。はい、ということで、もうそっか。はい、ということで尿をかけてきますね。ディオールのシッコね。ほんまに緊張しますね。この家狭いんで尿の音が聞こえます。何そのガチの顔。笑えない。え、嘘でしょ。え、もう結果出た。え、結果出た。嘘やろ。結果出た。じゃあちょっと発表してもらう。結果出ました。え、どっちどっち。妊娠してた。え、嘘やろ。え、嘘やろ。え、ほんまに。え、嘘やろ。嘘だよ。ハハハハ。びっくりしたよ。いや、もう怖いって。今子供生まれてもマジで困るからちゃんと否認してたんよ。絶対やもんね。そう、絶対否認しててよかったわ。ひまりの友達にも、うん、妊娠して去年の12月か、うん、に出産してるね、同い年の女の子がおるんやけど、うん、めちゃくちゃ頑張ってたし、うん、一番子供のこと大事にしてるし、うん、やっぱ子供持ったら絶対強くなれると思うよ。そうやね。うん、まあ、いつ子供ができても子供に嫌な思いさせない環境を作らんと分かるね。確かに。もしね、これで妊娠してたら産むっていう、ね、うん、選択を決まりはするから、うん、頑張らなあかんなって思いました。気をつけて避妊はしましょう。はい、生でやる男最低。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントたくさん待ってます。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで以上、限界頑張りでした。せーの、アデュー。お疲れ様です。お疲れ様。僕たち最近雑談たぬきっていうね、なんか俺らのアンチの掲示板っていうのがあって、それをね見てたんですけど、坊主にしてからひまりの顔も喋りも見ててイラつくとかいうアンチがあったんですよ。ちょっと今から反論していきます。ちなみにひまりが、うん、あの送ったのはこのキレてる報告草ってやつ。はい、いきます。はい、これでなんて返ってくるのかな。